こんにちは。土曜日のお昼ご飯です。今日は弁当がよく売れてます。そういう時はごっつもりもりごっつもりです。しかもここにはショート動画で言ってますけども、卵じゃないですよこれ。かぼちゃの出汁を入れました。ここにもかぼちゃの出汁を入れてます。お前が食べてるものには興味ないという方もいます。結構です。でも美味しいですよこれが。うん、うまい。結構久しぶりだよね、意外とね。1週間ぶりぐらい、2週間ぶりぐらい、今年初めてらしいです。昨日の救急車が来て、その続きがあって、今日お客さんが面白いのがいっぱいあるんですよ。食べ終わった後にお話します。食べながら話すかもしれない。よかったらおかず、お客さんじゃない、お客さん、あのっていうのかな、ね、今録画のマークがあるんですか、赤なんですか、こうやったとこ血出たんかなと思いました。よく私血出るんですよ。いろんなものが尖っててね、結構血出るよね、あちこちで。それも小学校2年か3年ぐらいか、まあまあ小学校のずっとだったかわかんないんですけど、あの血を見て倒れる子がいたんですよ。あの子は吸血鬼だったのかな、倒れる人がいたんですよ、男で。名前は言いません、最近見てるみたいなんで。で、毎年この保健体育っていうかなんかあるじゃないですか、検査の時に血を見て倒れる人が出いて、私に先生が言うんですよ、あの子の後ろに立ってくれって言うんですよ。結構大きい方なんで。身から受け止めますよ。あの子倒れてくれる、倒れてくれる大変ですけど、倒れるんですよね、あの人は。私の話で、もし、受けた。聞いてて分かった方は、あの私に巻物のみんなあげる人です。はい、ありがとう。何と行きました。すいませんね、今日見てるんです。ありがとう。待って、これなんか入れるのがあったりね、これにね、べったらみたいなのが。持ってこないと思います。なぜかって自分食べ終わってんで、ああいう時は持ってくる。あ、いや持ってくる。食べるつもりだ、べったらを。べったらじゃないかもしれないですね。持ってくるんで、自分が好きなら持ってくるんで。今のあれ、双子だったの、双子の一人。まあ分かってんじゃん、覚えきれないんだよな。あれじゃない、だった。
声があいつの声だからうっせってゴリ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 。はい、お見苦しい点をお見せいたしました。切れないと思うんで、そのままお流しします。今言われたのは、あの人に文句言うから罰当たるって言われました。いつも言われます。あの人はいつもそう言います。大丈夫って言葉は一言もかけません。文句ばっかり言うけ、って言います。なんでかしら、歯が噛めないのに太いじゃないですか、これ。横で噛んだ時に、ここから空気があったんですよ。まこに。いや、年取ったらどうも、ああいうのが。はい。昨日の救急車だけね。子供が来るんですよ。3人くらい来たんですよ。なんか噛むような様子で見てるんですよ。どうしたの？なんかないの？って聞いたら、探してるって言うんですよ。見てるんですよ。で、おっさん、昨日の救急車何だったの？って聞くんですよ。あれはね、こうで、ここで倒れた人が行って大丈夫だったよって、って言って、いなくなるんですよ。ダッシュで。多分、だから親が何か帰りながら聞いてきなさいって言いかせると思うんですよ。なんかわかんないですけど、何かあったのかな。気にはなってるみたいなんですよ。自分で来ればいいじゃないですか。子供に行かせないと、サゴヤさんに行ったんですよ。で、おっちゃんも聞いたんですよ。そこのサチオットっていうのがいるんですよね。あの人が来て、確認して、弁当買うのかなと、そのまま行きました。みんな何をしたのかわかんないですよね。だから、その後どうするかっていうのは、そうですかね。その後、弁当を売りましょうってことですよ。生計立てるときに。ねえ、そう？これは母ちゃんの唾が入ったどん兵衛だね。おいしいのかな。母ちゃんの下品な味がするね。下品？いい味？みんななんか聞きに来てるんですよ。先輩もそうじゃない？もしかしたら。ねえ、俺余計なもんお菓子食べ続けたんで、聞き逃したんじゃん、あれ。いや、なんか、そうだ。先輩？あれはここで食べたとか私が送ったやつ。僕の先輩がね、そうするね。弁当買ってくれる。高校の先輩が来てました。だから気になったんだ。なのに私は高校の時の話をしてました。先輩に誰々知ってるって帰りました。というだけの話なんですけど、今私今度そこに来ましたでしょ。弁当売れたんでしょ。ガラガラに開けるんですよ。この人前に寄せないんですよ。開いてるんですよ。売れた分とか前に寄せるじゃん。それは前出してやるじゃないですか。この人やらないんですよ。だから早く食べ終わって売り場に専念したいと思います。いつもありがとうございます。ごっつもりもりごっつもりでございました。ありがとうございました。ゆっくり食べます。ごちそうさまでした。